さあまた斉藤さんが真剣にブーツを履いております。今試着しておりますのがこちらにもあります、じゃじゃーん、ディーモンっていうシリーズになりますね。ディーモン、履き心地はいかがですか？履き心地良きですね。これまたちょっと違う感じ。このこれです。このスポンジ肉厚な要素を出してくれてるスポンジみたいなやつですね。これがあると違いますか？やっぱりここのつま先、こっちの足首をこっちに曲げてすね方向へアプローチした時のここのロスがない感じというんですか、このスポンジがあることによってグッと重さが乗る感じがすごくいいですね。つま先側のターンがじゃあ切れそうですね。さらにそうですね、そんな印象でいいですか？うん、でこれがディーモンっていうシリーズで、はい、こっちが、ライダーのシグネチャーモデルですね。エリアスっていうモデルになります。でそれだけこのすねのパッドが付属でつくような仕組みになってるんですね。はい、こっちの緑色のブーツ、ディーモンの方の緑色はそれがついてます。こちらですね。はい、はい、あそうそう、これ取れるんですよ、うん、すこれ取るとこっちのノーマルのディーモンと同じ乗り味になるんですね、使い方になるんですね。なのでちょっと体重かけてすね周りの安定感ホールド感が欲しいなっていう人はこっち選んでみたら面白いですよね。うん、そうですね、うん、そういうこう板立てて体傾けるカービング好きな人はいいなと思うんですが、はい、このディーモンっていうのが先ほどのエンパイアとほとんど同じ硬さ、うん、同じ位置づけでございます。はいはい、フリーライディング向け、はい、履いた感じもそんな感じかなと思うんですが、そうですね、はい、で大きな違いとしてはこの締め分けができるっていうのが、紐の色が違うんで分かりやすいかな、はい、真ん中だけ緑でこっちで締めます、はい、でそれ以外黒い紐はこっちで締めますっていう風に真ん中と全体、あとはパワーベルトっていう風にこの3箇所でうまくこのホールド感っていうのが作れるようになってるんですね。はい、いいですね、はい、これいいですよね。はい、で僕ら履いてるエッジも言ったらこの締め方で真ん中の足首とかボアになってる仕組みじゃないですか。そうですね、はいはい、これいいですよね、はい、締め分け本当自分できつくしたいところと緩めておきたいところとなんかカスタムできる感じがまたいいですね。はい、 OK、 はい、という感じのブーツディーモンでございます。うん、硬さとか構造、ソールのとかはエンパイアとほとんど一緒、うんうん、なんですけれども締め分けができるっていう、はい、この辺は履いた感じのフィーリングの好き嫌いで ね、うん、全然いいかなと思うので、はい、エンパイアとディーモンを履いてみてそのフィーリングで選んだらまず間違いないと思いますんで、この辺からフリーライディングブーツは、はいはい、セレクトしたらいいですね。いいですね、はい、間違いないと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。